ハビャリマナとンタリアミラ両大統領暗殺事件は、1994年4月6日、夕刻に発生し、ルワンダ虐殺を触発する引き金となった事件である。この日、ルワンダのジュベナール、ハビャリマナ大統領とブルンジのシプリアン・ンタリアミラ大統領を乗せた旅客機が、ルワンダの首都キガリに着陸する際に撃墜された。犯人は未だに分かっていないが、当時の 反体制派だったルワンダ愛国戦線か、または体制側の仏の中で RPF との交渉に反対していた過激派のいずれかとする主に二つの説がある。1990年、土が支配するルワンダ愛国戦線が奪んだからルワンダ北部に侵攻したことでルワンダ内戦が始まった。RPF の戦闘員の大半は20世紀半ばに仏政権による 民族排斥から逃れた難民かまたはその子だった。政権転覆はならなかったが、RPF は国境地帯に地方を確立した。戦況が硬着したのが明らかになると、両者は1992年5月より和平交渉を始め、これは1993年8月のアルーシャ、協定調印に結実して、連立政権が作られることとなった。 しかしながら、戦争は、内部対立を激化させていた。RPF の脅威の増大によって、いわゆるフツパワーアイデオロギーが、フツ内で支持を得た。フツパワーの立場からは、RPF は、土独裁の復活とフツの奴隷化を目論む、外敵として捉えられ、あらゆる犠牲を払ってでも阻止すべきものとされた。この政治勢力の影響により、ハビアリマナ大統領は、 ディスマンセンギアレミエ首相から和平合意を遅らせていると書面で非難される事態となり、その結果第一次、ハビアリマナ政権は1993年7月に瓦解した。開発国民革命運動党の党員だったハビアリマナ大統領は、ウンセンギアレミエ首相を解任し、RPF に対して、より非寛容と見られていたアガート・ウィリンジー・マナを公認に据えた。 ところが、主要な野党勢力は、アガートの起用に反対し、それぞれが二つの勢力に割れた。フツパワーの断固五字を訴える、強硬派と、講和による、戦争終結を求める、恩健派である。ウィリンジー・マナ首相は、連立政権を受立できなかったので、アルーシャ協定の批准は、不可能だった。フツ系政党の中で最も過激な、共和国防衛同盟は、 民族浄化を公に主張し、アルーシャ協定を全く支持していなかった。1993年を通じて治安状況は悪化した。武装した仏民兵は土を国中で襲撃し、仏パワーの指導層は治安部隊をジェノサイドに転用する方策がないか検討し始めた。1994年2月。 国際連合ルワンダ支援団配下の軍事部隊を、率いるロメオダレール総司令官は次のように述べた。ルワンダ大統領ジュベナール・ハビアリマナ、1980年1994年4月初頭、国連アンポリにおいて、アメリカと非常任理事国は、アン・アミルをめぐり鋭い対立を見せた。アメリカの中央情報局が2月にまとめた、秘密報告は、 アルーシャ協定の破綻は50万人の死を招くと予見していたが、米国は先立ってのソマリア内戦の板手から国連の平和維持活動への積極参加を見直そうとしており、アンアミルの終了に向けてロビー活動を行っていた。4月5日火曜日の夕刻、アンアミルの活動を3ヶ月間延長するという妥協案がようやく合意を見た。この間、ハビアリマナ大統領は 諸国歴法を終えて帰国しようとしていた。4月4日にはザイールに飛んで、モブツセセセコ大統領と会談し、6日には、タンザニアのダルエスサラームに日帰り予定で飛んで、タンザニア大統領主催の近隣国首脳会談に出席した。その日の夕刻キロの飛行機には、ブルンジのシプリアン・タリャミラ大統領とその、閣僚数人も便乗した。これは、フランス政府が、 ハビアリマナ大統領に送った、専用機脱走ファルコン50が、ニタリャミラ大統領自身の専用機よりも高速だった、ためである。ジャンカンバンダ暫定首相が、ルワンダ国際戦犯法廷で証言したところによると、ザイルのモブツ大統領から、4月6日は、ダルエスサラームに行くなとの警告があった。モブツ大統領は、この警告は、パリのエリゼ宮殿の非常な交換が発したものだと、 述べたという。モブツ大統領によれば、この警告と撃墜事件の翌7日に発生したフランソア・ミッテラン大統領の、側近のフランソア・ド・グロス・ーブルの自殺事件の間には、関連があるという。大統領専用機として使われていた脱走ファルコン50の同型期限値時間午後8時20分の少し前、大統領専用機は、 晴天の中で、気軽国際空港上空を一周してから着陸への最終アプローチに入った。本来は、アンアミルの兵士を乗せて戻ってきていた、ベルギーのシュージビン C-130 ハーキュリーズが先に着陸する予定だったが、両大統領の搭乗機を優先することとなった。死体空ミサイルが、脱走ファルコン50の一方の主翼に命中し、続いて二発目が、 ビブに命中した。機体は空中で火を吹いて大統領宮殿の庭に墜落し地表撃突時に爆発した。旅客機には3人のフランス人乗務員と9人の乗客が乗っていた。この攻撃の様子は多数の人々によって目撃された。空港が位置するカノンベ地方の家の庭に居合わせたベルギー人士官2人のうちの1人は まず一発目のミサイルが上空に上っていく様子、続いて空中の赤い閃光と航空機のエンジンが停止する音、そして二発目のミサイルが上っていく様子を直に見て聞いた。彼は直ちにルワンダの空挺コマンド大隊に配属されたフランス人部隊に所属するドサンクエンタン少佐に通報した。少佐はベルギー人の防衛を組織するよう進めた。 これと同様に未使用の空港管制等に合わせた別のベルギー人士官は侵入してくる飛行機の明かりそれをめがけて地上から上昇する光ついで飛行機の明かりが消える様を目撃した続いて地上の同じ場所から二つ目の光が上昇し飛行機は落下する火球と化したこの士官は直ちに彼の中隊長に無線連絡し中隊長は 正規の関西党と連絡を取って飛行機が大統領機だったことを確認した。滑走路の外れの空港近くにはカノンベ駐屯地があった。同駐屯地にいたあるルワンダ軍人は次のように回想した。あのエンジン音は他の飛行機とは違っていた。そう、大統領機のエンジン音だ。我々が飛行機が来る方向を見ていたら発射物が見えて。 飛下先行の弾が見えて、そして飛行機が墜落するのが見えた。私も見た。私は、タイの指揮官だったので、兵士たちに、気まにが撃墜された、出るぞと指示した。彼らは、嘘だろうと言った。私は、本当だと言った。そこで私は、衣装戸棚を開けて、制服を身につけ、軍隊ラッパが鳴り渡るのを聞いた。空港で、千のおかじ言う。 ラジオテレビジョン局の放送を聞いていた、あるルワンダ人士官候補生は、アナウンサーが、大統領専用機が着陸のため接近中と、伝えるのを聞いた。番組はそれから突然中断し、クラシック音楽を流し始めた。ファルコンに乗っていた12名全員が死亡した。一覧は、以下の通りである。地上は、大混乱に陥った。大統領、を空港から、 家まで護衛するべく待機していた大統領警護隊は人々を武器で威嚇した。空港の周囲に沿って配置されていたベルギーの平和維持部隊の要員20名は大統領警護隊に包囲され一部は武装解除された。空港は閉鎖され上空で旋回待機していたベルギーのハーキュリーズはナイロビにダイバートされた。カノンベ中トン地では墜落直後に 軍隊ラッパが鳴り響き、これは、ルワンダ愛国戦線が基地を攻撃してきたという意味に、捉えられた。兵士たちは、各隊の武器庫に殺到し武装した。空挺コマンド旅団に所属する兵士は午後9時頃に、越平城に集結し、他部隊も基地内の各所に集結した。少なくとも一人の目撃者は、墜落から1時間ほど後に、カノンベで、銃声が聞こえたと述べている。 当初は飛行機ではなく空港近くのカノンベ中トン地の軍需物資が爆発したとの報告も流れた。木狩地区の担当士官は国防省に一報を入れた。オーギュスタンビジマナ国防省は国外に滞在しており、知らせを受けた士官は国防省の官房長、テオネスト・バゴソラ大佐と連絡を取れなかった。バゴソラ大佐はアンアミルのバングラデシュ人士官らが主催する。 新木会に出席していた。墜落の知らせは、当初は、カノンベトン地の弾薬集積所が爆発したとして、アン・アミルの軍事部門総司令官である、ダレールに急報された。彼は、アン・アミルの木狩地区司令官リュック、マルシャルに命じて墜落現場に偵察班を送らせた。アガート・ウィリンジー・マナ首相や、恩憲派政党パルティ・リベラルジュル・ワンダの党首ランド、 ダシン話をはじめ、スータの人々がアン・アミルに情報を求めて、電話し始めた。ウィリンジー・マナ首相が、ダレール総司令官に伝えたところでは、彼女は閣僚を招集しようとしたが、多くの者が家族を置いて出てくることを恐れていたという。彼女は、また強行派閣僚が全員行方不明になったと、報告した。ダレール総司令官は首相に墜落機が、確かに、 大統領機だったか確認できるか尋ね、ついでアン・アミルの政治部門代表である、ジャック・ロジェブルブーに事態を連絡した。その後、ウィリンジー・マナ首相が電話をかけ直してきて、墜落機が、確かに、大統領機であり、大統領が登場していたはずであることを伝えた。同時に彼女は、アン・アミルに対して、政治状況を制御下に取り戻すための助力を求めた。 大統領職務の代行準備として彼女は法律上筆頭にあったが彼女と同盟関係にある恩恵破格量の一部は身の危険を感じて居宅から逃亡し始めていたためである。午後9時18分、アン・アミルの表現では過敏で危険な状態にある大統領警護隊がメリージアンホテルの付近の道路を封鎖した。襲撃の前からハビアリマナ大統領の到着に備えた。 治安措置として、他にも何箇所かが、道路封鎖されていた。墜落現場を調べるために派遣されていたアガミルの、ベルギー兵からなる偵察班は、大統領警護隊による、道路封鎖箇所で午後9時35分に戦死され、武装解除された上で空港に送られた。カノンベ駐屯地の兵士たちは、墜落後の軍隊ラッパーを RPF が、駐屯地を攻撃してきたものと捉え、 武装しに走った。各隊は午後9時頃に集結を終えた。その中の一隊だった空挺コマンドリオ団は、墜落現場から遺体を回収するよう命じられた。国連平和維持軍は墜落現場への立ち入りを拒否された。その後、墜落現場に2名のフランス兵が現れ、ブラックボックスが発見され次第持ち帰りたい、胸依頼した。ブラックボックスの所在は後に不明となった。 フランス軍はダレールに対し墜落事件について調査することを申し出てきたがダレールは即座に断った。墜落から40分ほど後に軍司令部に連絡したあるルワンダ軍大佐は大統領が死亡したとの確保は未だないと伝えられた。その約30分後の午後9時30分頃になっても 軍司令部は依然状況を把握できていなかったが、大統領機が爆発したこと、おそらくミサイルが命中したということは明らかになった。ついで、参謀総長であるデオグラティアスンサビマナ少将も、同機に乗っていたとの知らせが届いた。居合わせた将校は統帥権を明確化するために、公認者を定めなければならないことに気づき、急遽人選のため会議を開いた。そこに間もなく、 バゴソラ大佐が現れた。午後10時ごろ、ルワンダ政府のアンアミル連絡官、エフレムルワバリンダが、ダレール総司令官に電話し、危機管理委員会が、間もなく開かれると伝えた。ダレール総司令官は、ニューヨークにいる上層部に連絡した後に、危機管理委員会に出向き、バゴソラが、議長となっていることを見出した。この暗殺事件は、普通の過激派からは、 土と講和による戦争終結を求める普通音権派に対する大量殺戮計画を実行に移すためのシグナルとして捉えられた。ここから勃発したルワンダ虐殺による犠牲者数は一般に80万人と推計されている。これに対し RPF は進行を開始し1994年8月までにルワンダ全土を掌握し新政権を樹立した。 周辺諸国に逃れた難民は UNHCR の推計で210万人に達したが、これは一部には RPF の報復を恐れたためであるとともに、ジェラール・プルニエなどは難民キャンプをルワンダ奪還に向けた軍事拠点にしようとする旧仏政権指導部による計画的な疎開であり、その意味では戦争の継続だったとしている。この結果、 大故障地域難民危機は著しく政治性と軍事性を高め、1996年に RPF による隣国ザイールとの国境地帯の難民キャンプに対する越境攻撃が始まるに至った。この先兵となったコンゴ国内の反体制派コンゴザイール解放民主勢力連合はモブツ政権の転覆を図り、 1997年5月に、ザイールのモブツセセセコ政権は打倒され、国名は、コンゴ民主共和国に改められた。1998年、コンゴの大統領となったローラン・カビラはより従順な、政権を求める、諸外国から支持を失い、新たな内戦状況に陥った。これから生じた第二次、コンゴ戦争には8カ国が介入し、犠牲者数において、 第二次世界大戦以来最悪の武力紛争となった。その後も、内戦の完全な沈静化には至らず、犠牲者数は540万人とも言われる。一方で、ウタリャミラ大統領の死去は、前年から内戦が再発していた、ブルンジの状況をも悪化させたが、これは、ルワインだ、今後の状況悪化と相互に関連して、互いに煽り煽られる様相となった。2005年に、 巨国一致政権が樹立されるまでに30万人以上が犠牲となった。4月6日の暗殺に続く、いずれかの時点で、ハビアリマナ大統領の遺体は、ザイルのモブツセセセコ大統領のもとに送され、ザイルのバドリテに位置する非公開の安置所で保管された。モブツ大統領は遺族に対し、最終的には遺体をルワンダに正式に埋葬すると約束した。 1997年5月12日、ローラン・カビラ率いる反体制派、今後在いる解放民主勢力連合がバ取り手に迫ったことから、モブツ大統領は、防腐処理の施された遺体を、輸送機で、金車座に移し、金車座国際空港のエプロンに駐機した、輸送機内で3日間待機させた。モブツ大統領は、反体制派による冒徳を危惧して、 遺体を滑走することとしたが、中部アフリカには滑走の習慣がないため、国内に定住していた、インド人のヒンドゥー教司祭に祭儀を委ねた。モブツ大統領がザイルから逃亡する前日の5月15日に、滑走が執行された。事件後当初より、襲撃は続くルワンダ虐殺を実行した、二日撃破によるものと考えられてきたが、2000年以降、 襲撃を命じたのは RPF を率いて、後に、ルワンダ大統領となったポールカガメだとする報告が、いくつか提出されている。しかしながら、いずれの説についても、証拠をめぐって激しい論争があり、多くの研究機関をはじめ国連も襲撃犯を断定することは避けている。BBC ニュースの特派員であり1994年の、 虐殺を気軽から報道したマーク・ドイルは暗殺者の正体は20世紀末最大の謎の一つとなるかもしれないと2006年に記している。アメリカ国務省の現在では情報公開された4月7日付情報、秘密報告によれば身元不明の情報源から米国ルワンダ駐在大使に軍内の普通不穏分子多分大統領警護隊エリートが撃墜に関与したと 報告があった。CIA とアメリカ国防情報局を含む他のアメリカ政府機関もこの結論を支持した。フィリップ・ゴーレービッチは1998年に刊行したルワンダ虐殺を描いたベストセラー、ジェノサイドの丘の中で当時の考えを次のようにまとめている。ハビャリマナの暗殺犯は未だ特定されていないが疑惑の焦点は彼の取り巻きの過激派。 中んずく半ば引退したテオネスト・バゴソラ大佐に絞られている。バゴソラ大佐は、ハビアリマナ夫人と親密であるとともに、赤ずと、その処刑部隊の創設者の一人であり、1993年1月には、バゴソラ大佐がアポカリプスを準備中だと発言している。1997年、ベルギ元老院による報告は、暗殺の詳細を究明するには、 情報が不足しているとした。1998年、フランス国民議会による報告は2つの説を提出した。1つは、攻撃を RPF との交渉進展を不服とした、二日激派によるものとする説である。もう1つの説は、首謀者を RPF とするもので、これは、アルーシャ協定の履行が進まないことへの不満が同期で、あるとした。 これら以外に検討対象となった仮説としては、フランス軍が関与したとするものがあったが、フランスが、ルワンダ政府を攻撃する理由は不明だった。フランスの1998年報告は、主要な二説については、いずれが有力とも断定はしなかった。2000年に公表されたアフリカ統一機構による、報告は、首謀者の特定を試みていない。2000年1月、 カナダのナショナルポスト紙は、カガメ配下の RPF が、外国政府の支援下で暗殺を実行したと主張する、土の情報提供者3名による報告を、ルワンダ国際戦犯法廷のルイーズ・アルブール検事が、握りつぶした、と報じた。国連は後日、その、報告なるものは、オーストラリアの捜査官、マイケル・ヒューリーガンが作成した3ページのメモであり、 彼自身情報の信頼性に確信が持てないまま、とりあえず資料庫に保管したものに過ぎない、と説明した。その後国連は、そのメモを、ルワンダ国際宣判法廷に提出し、被告側弁護士は内容への興味を表明した。2004年、事件に巻き込まれた、フランス人乗務員の死について捜査していた、フランスのジャンルイ・ブルギエール・タイテロ司法官の、証言によると、 暗殺はカガメが命じたとする報告書を提出した。この報告書は元 RPF の注意だったアブドゥル・ルジビザの証言に大きく依拠している。ルジビザ元注意は片打ち式の SA-16 を用いて暗殺を実行した細胞に所属していたと述べた。ルジビザ元注意は後に彼の証言をプレスリリースとして配布し、 自身の証言を詳細に説明するとともに、紛争を開始し、ジェノサイドを長引かせ、ジェノサイドと政治的弾圧の機関を通じて、広範な破壊活動を行ったとがで RPF を、求断した。この、元 RPF 将校は2005年に、ルワンダ、エル・イストワール・サクリートという著書も出版し、ルジビザ元中尉の説を述べている。 ブルギエールタイテロ司法官によれば、ハビャリマナ大統領の暗殺には CIA が関与しているとも主張しているという。ポールルセサバギナは、靴と土療法を祖先に持ち、命を救おうと努力したことで2004年の映画、ホテルルワンダのモデルとなったが、後にカガメと RPF が、撃墜事件の背後にいたという説を支持し、2006年11月に、次のように記している。 国連アンポリがこの航空機ミサイル攻撃事件について未だ調査を命じていないのは理解しがたい。特にまさにこの事件が1994年のルワンダ虐殺と呼ばれる大量殺戮を引き起こしたことには誰もが同意するのだからなおさらだ。また2006年11月、ブルギエールはカガメと RPF が暗殺を企てたと断定する別の報告を提出した。 これに抗議して、カガメ大統領は、ルワンダとフランスの外交関係を断絶した。コンスピラシー2マーダー、ザルワンデンジェノサイドの著者であるリンダ・メルバーンは次のように記している。フランスの判事が、カガメ大統領が前任者殺害に関与したとして、示した証拠ははだ白弱であり、しかもその中には、大統領機撃追に使用されたとされる、対空ミサイル関連など、 フランス議会の以前の調査によりすでに企画されたものまで含まれている。カガメ大統領はまた、虐殺に、フランスが関与した証拠の収集を責務とする、ルワンダ人委員会の編成を命じた。2007年11月、この委員会は報告書をカガメだけに提出し、委員長であるジャンド・ディユー・ムチョは、委員会が、調査が有効か否か カガメ大統領が宣言するのを待つと述べた。これによって、この調査の政治性は、さらに際立った。2007年、コレット・ブレックマンは、ルモンド・ディプロマティーク氏掲載記事において、ブルギエール判事による、報告書の信頼性には重大な疑問があるとし、ミサイル攻撃の際に、ルワンダ政府軍の大統領警護隊を、フランス軍の辞任が、直接的に援助したか、 または共に行動したのではないかと示唆した。2007年、BBC によるインタビューの際、カガメは公明盛大な審問には協力すると述べた。BBC はこれを次のように表した。果たしてこんな退任を疑る判事がいるかどうかは、全く別の問題だ。ブルギエールはまた、暗殺について尋問するため、カガメの側近9人に対し逮捕状を発行した。 2008年11月、ドイツ政府は、この欧州向けの逮捕要請に初めて答え、カガメの儀礼局長であるローズ・カブイエがフランクフルトに到着したところを逮捕した。カブエは、フランス当局の拘束下に置かれて、ブルギエールの審問に応じることに同意を示した。後に判事である、マーク・トレビディックが、ブルギエール報告を精査したところ、 内容の大半が依拠している RPF の兵士たちによる証言は後に撤回されていたことが明らかになった。2010年1月、ルワンダ政府は1994年4月6日におけるルワンダ大統領専用機ファルコン50登録番号 QXRNN に対する攻撃の原因と背景及び犯人に関する調査報告。 通称無ンジ報告を公表した。複数巻きにわたる。この報告書は、フツパワーの支持者が攻撃に関与したとしており、フィリップ・ゴーレイビッチは次のように表した。2ヶ月前、ルワンダがイギリス連邦加入を承認された前日、フランスとルワンダは外交関係を正常化した。当然その前にルワンダは公表直前にある無ンジ報告の内容をフランスに伝えていた。 関係正常化はすなわち、フランスが、報告書の結論を認めたことを意味する。ミサイルがどこから発射されたのかについてさえ諸説がある。目撃者の証言はバラバラで、ガソギオカ、ニャンドゥングテーチ、ルソロローカ、まさかオカが挙げられている。一部の目撃者は、使用済みの肩打ち式ミサイル発射機をまさかオカで見たと、主張している。2012年。 フランスの調査により、1994年に、ルワンダ大統領の蒸気を撃墜し、同国のジェノサイド事件を引き起こしたミサイルは、軍中屯地から発射されたものであり、土の反政府勢力とは無関係だったことが突き止められ、カガメに対する権威は晴らされた。調査結果は、ミサイルの発射地点をカノンベの兵舎だと特定した。この駐屯地は、大統領警護隊と、 空挺コマンド大隊を含むルワンダ軍の管理下にあり、他に、対空大隊も駐屯していた。飛行経路は、気軽国際空港に向かう途上でカノンベの、弊社上空を通過するはずだった。ありがとうございます。